はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。第19話まで放送され、情報が多すぎるし内容も難しいけど、こうしっかりまとめられている構成で、何度見返しても感動するレベルかなと思います。一つ一つこう紐解いていくと、一気にストーリーも進み、シーズン2完結までこうジェットコースター展開となっていますよね。そんな中、シーズン2においてどん底まで叩き落とされ突き放された主人公であるスレッタ・マーキュリー、その正体が明かされ、不器用なキャラクターたちが翻弄されながらも自ら悟り立ち上がったのが今回第19話かなと思います。そんな今回立ち上がるスレッタのシーンを振り返っていこうと思うんですが、この一連のスレッタのシーンがブッダ、皆さんご存知ですよね、ブッダを暗喩しているのではないかと一部で囁かれています。そこを考えていくと今後のスレッタの展開にもつながってくるのではないかと思い、この部分を踏まえて考察していこうと思います。ぜひ皆さんのご意見や考察等あればコメントをお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まず第19話でのスレッタ、そして19話までを振り返っていこうと思います。もちろんこれ18話とか17話時点ではちょっとわからなかったりとか憶測だった部分も、その辺も踏まえて振り返ろうと思います。シーズン1の最後では回収型エアリアルに登場し、プラントクエタでの戦闘がありましたよね。最終的にミオリネとデリングの危機を救ったのも、助けたことと、人を簡単に殺してしまったこと、この二つのことが入り混じり、スレッタの異常さを感じました。このシーンについても現在までの内容を踏まえると、少しずつエリクトがスレッタに侵食していると思っていましたが、現状のプロスペラの目的とか、エリーを復元させるとか、そういうことに関しても正直微妙なところもあるので、あくまでエリクトと一緒に起こしたことであった一つの選択だと思います。ああするしかなかったっていうところがね、結構キーワードだと思うんですけれども、そこが語れる最初のエピソードがここだと思います。そしてシーズン2においては、このプラントクエタ一件をミオリネも、そしてスレッタ自身も正しかったのか、心にこうわだかまりを残していました。しかしスレッタはプロスペラに絶対服従、人を殺すこと、学園を辞めることもプロスペラお母さんが言うなら仕方がないという答えが出していましたよね。この部分を今思い返すと、単純にスレッタ自身の意思の決定が乏しかった、判断能力の材料をうまく吟味できないことが大きな要因だったと考えます。そしてミオリネはそんなスレッタを自由にプロスペラが解放するためにエアリアルから降ろしましたよね。さらにエリクトからもスレッタには自由になってほしい、プロスペラもエリクトの意思を尊重し、復讐劇からスレッタを降ろすこととなりました。ここまでが第18話と流れとなっております。ちなみに各方面で言われていますが、第18話の最後、エアリアルのコックピットから吐き出されたスレッタは中域でこう大泣きしながら漂うエンディングでしたよね。あのシーンはまさにスレッタが生まれた、エアリアルから生まれ落ちた、生まれ変わった瞬間であり、まさに産声を上げて誕生する赤子をイメージしていると言われています。つまり本当のスレッタ自身の物語はここから、第19話から始まったと言っても過言ではないんですよね。そして今回本題である第19話ですが、スレッタは18話でミオリネから突き放され、エアリアルを奪われて、から元気でマシマシラーヌードルを食べたりでごまかしていました。しかし第19話ではさすがのスレッタも食欲がない状態です。何もかも失った状態ですよね。エピソードが進む中、お腹の空いたスレッタはごそごそ冷蔵庫を漁っていました。本当に水星のタヌキと言われていましたけれど、本物のタヌキになったと話題となっていましたよね。ここでチュチュに見つかり、みんなで朝ごはんを食べる流れになりました。何度見ても温かいシーンですが、スレッタがミルクのスープを飲む場面があります。ここまでの一連の流れがブッダに暗喩しているのではないかと言われているんですよね。ではこのブッダについて、もちろんご存知の方も多いと思いますけれども、もう一度ちょっと簡単に触れるんですけれども、仏教の祖であるブッダには様々な言い伝えがあるんですが、基本的に食べ物に関するエピソードはかなり少ないと言われています。そんな中、食べ物に関するエピソードが少ない中で、今回水星の魔女のこのシーンにおいてつながるエピソードが存在するんですよね。ブッダは悟りを開く前、数年にわたり生死の境を行き来するような苦行を続けていて、その後苦行のみでは悟りを得ることができないという境地に達したと言われています。その苦行の一つであった断食を終えたブッダが最初に口にしたのが乳がゆなんですよね。そう、この乳がゆが今回のスレッタの飲んだミルクスープと重ねていると思います。スレッタにとって苦行は長くはなかったかもしれませんが、シーズン2においてのこれまでのどん底まで叩き落とされた内容だと重なると思っています。結局何を得るわけでもなく、全てを失ったスレッタはブッダでいうところの悟りを得ることはできなかったところですね。そしてブッダはこの後どうなったのかというところなんですけれども、乳がゆを食べたことによって体力を戻して、その後瞑想により悟りを開いたと言われています。そうなんです、今回第19話の最後、スレッタは地球でのミオリネたちの一件を見て悟りを開いたと考えても大枠間違いではないかなと思っています。
スレッタは第18話で生まれ変わり、まあ、生まれ落ちて、そして悟りという何とも急激な進化を遂げていますが、ここから完結まである意味悟りを開いた最強のスレッタで物語を動かしていくんじゃないかなと思います。振り返ってみると、これまでグエルはある意味こうスレッタに出会って進んで父をまあ落としてしまったりとか、地球で経験し成長したのは誰が見ても明らかですよね。そしてスレッタもこれまでの経緯を踏まえると、ここで今進んだというか成長したと考えられると思います。で、問題はミオリネなんですよね。ミオリネっていうのは、正直この地球にね、今回交渉しに行ったのは、プロスペラのね、こう、まあ、策略にはまったということもあるんですけれども、どこかこう、なんかこう壁があるというか、突き抜けていない部分って結構あると思うんですよね。で、ミオリネがここから進むには、誰かに助けてもらうっていうのもそうなんですけれども、自らが成長する流れ、まあ、きっかけ、スレッタが今回悟ったことを伝えに行くのではないかなと思いました。これはプロスペラ、エリクトもそうですよね。で、今後の展開なんですけれども、もしクワイエットゼロが発動するのであれば、まず全人類が破滅を迎えると思います。こちらガンダムエースの7月号に補足された部分なんですけれども、このパーメットを利用した技術は工業、情報、インフラシステムなど様々な分野で使用されていて、これをオフにして生活するというのは目隠しをして生活をするくらい不憫な状態となっています。ここまでパーメットがないと生活ができないとなると、人類は生きていくことは不可能なんですよね。まあ、クワイエットゼロをすることっていうのは本当みんなが目隠し状態になると言っても、まあ、間違いではないかなと思います。で、この状況を打開できるのであれば、もはやガンダムとか、まあ、パーメット、データストームではなくて、一人の人間の選択が全てを変えると思っています。ここでスレッタがもしエリクトやエアリアルが力を貸してくれるなら、人類を救うルートもあるのかもしれませんね。まあ、プロスペラが救われるのか救われないのかってことは結構重要だと思うんですけれども、まあ、プロスペラがね、この子供たちに全部託すとか、もしくはエリクトもプロスペラを復讐から救ってあげたいという選択をするのであれば、スレッタとね、共闘する可能性っていうのもあるのかなと思いました。まあ、ブッダルートをたどれば、どうしようもない世界でも何一つこう思い通りになるものがなくても、望んでも何も手に入らないっていうのがこうブッダなんですけれども、仏教ではこのジレンマによって苦しみや悩みが生じているという説を説いています。ということは、この世界自体を全てうまくやることっていうのは不可能ということが分かっていた上でも、これをね、踏まえながら生きていこうよっていうね、終わり方をするんじゃないかなと思いました。まあ、解決はしないけど、それでも生きていく世界を示してくれるのだと思いますね。今回はこちら、スレッタの、まあ、ブッダとのつながりだったりとか、シーズン2におけるどん底から這い上がってきた経緯を簡単に解説していきました。ちょっとうまくいきすぎかもしれませんけれども、正直後半は妄想です。ただスレッタが悟りを開いたのは明確なことなので、おそらく何かしら意図的なものというか、まあ、救世主的な存在になるのは間違いないかなと思っています。ただこれはね、ほんとこれはもうメタ的というか、まあ、これはないと思うんですけれども、ブッダって最後どうだったのかなっていろいろ調べてみたんですけれども、実はこのスーカラマッダバというね、食べ物を食べたのがブッダの最後の食事と言われていて、それが食中毒を引き起こしてブッダは亡くなるというね、結末を迎えております。まあ、これをね、重ねることはないと思うんですけれども、いずれにせよそういう要素が取り入れられていることは間違いないかなと思うので、何か意味があるのかもしれません。ぜひ皆さんのね、ご意見等あればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。